シスター・ロゼッタ・サープはアメリカの歌手、ソングライター、ギタリスト。1930から40年代にかけてゴスペルとジャズやブルースなど大衆音楽を掛け合わせた演奏で人気を博した。スピリチュアルな歌詞をリズミカルな伴奏に乗せた演奏が特徴的で宗教と世俗的な境界をまたいで演奏活動を続け、スピリチュアル音楽をメインストリームへと押し上げた。 女性のギタリストが稀な時代に天才プレイヤーとして賞賛を集め、そのスタイルはロックンロールの先駆けとして、リトル・リチャードやジョニー・キャッシュ、チャック・ベリー、エルビス・プレスリー、ジェリー・リー・ルイスなど、ロックンロールを代表するアーティストたちにも大きな影響を与えた。ゴスペル、リズムブルース、ロックンロールを通じて最初の偉大なスターであり、ロックンロールの母。 ソウルシスターの元祖と称される。ギター技巧における開拓者でもあり、いち早くエレクトリックギターを取り入れ、ヘビーディストーションなど、画期的な技巧を披露を。1964年5月7日に、マディ・ウォーターズらとのヨーロッパツアーで行った、マンチェスターでのライブには、エリック・クラプトンや、ジェフ・ベック、キース・リチャーズなど後に、伝説的なギタリストとなる人々が、 その演奏を聴くために駆けつけている。1944年に、ラッキー・ミリンダー楽団と共にリリースした楽曲、ダウン・バイ・ザ・リバーサイドは、2004年に、米国議会図書館の全米録音資料登録簿に登録されている。同年に録音した、ストレンジ・シングス・ハプニング・エブリデイは、1945年4月に、ビルボードのレースミュージック部門で2位に輝いた。 ゴスペル分野で初めてビルボードで上位ランクインしたアルバムとなり、サーアップの時代を先取りした演奏により最初のロックンロールレコードとも言われている。2017年12月13日にはロックンロール黎明期に大きく貢献した人物としてロックンロールの殿堂入りを果たす。2011年にはイギリスの BBC4 が1時間のドキュメンタリー番組シスターロゼッタサープ。 ロックンロールの母を制作。同作は2013年にアメリカの公共放送サービスでアメリカンマスターズシリーズの一部として放映された。1915年3月20日、アーカンソー州のマチコットンプラントでロゼッタヌビンとして生まれる。父親のウィリス・アートキンスと母親のケイティベル・ヌビンは共にメンカ労働者だったと結婚。 婚姻関係は長く続かず1938年には夫と別れ母親と共にニューヨークへ移住。その後結婚を繰り返すも彼の性を取りシスターロゼッタ・サープの名で生涯演奏をした。1938年10月、レコード会社のデッカからラッキー・ミリンダー楽団の伴奏でサープは初のレコーディングをした。デッカによる 初のゴスペル曲として録音された4曲、ロックミー、ザッツオール、マイ、マイアイ、ロンサムロードは瞬時にヒットとなり、サープの名声を確立し、商業的に成功した最初のゴスペルアーティストとなった。ロックミーは、エルビス・プレスリーや、リトル・リチャード、ジェリー・リー・ルイスなどロックンロールのスターたちにも影響を与えている。ロックンロールという言葉を生み出したとされる。 アメリカの著名な批評家モーリー・オロデンカーは、サープのロックミーについて、ロックンロールでスピリチュアルな歌唱とレコード表を記しており、この時にロックンロールという言葉が初めて公式に使われたとする説もある。1938年10月には、キャブキャロウェイと共に NY ハーレムにあるコットンクラブに出演。また、同年12月には、 カーネギーホールで開催されたジョン・ハモンド主催のスピリチュアルとスイングコンサートに出演し、さらなる名声を獲得した。スピリチュアルな歌詞を大衆音楽的な演奏で表現する彼女のスタイルは敬虔な教会の信者たちを驚かせ、時に激怒させ批判の的となる。ナイトクラブでブルースやジャズのミュージシャン、肌もあらわなダンサーと共にゴスペルを演奏するのは前代未聞のことであり。 一部のゴスペル、キリスト教コミュニティから敬遠されるようにもなった。サーアップ自身は本格的なゴスペル演奏も望んでいたものの、ミリンダー楽団と7年にわたる契約をしていたため、大衆向けの演奏が優先された。一方で、ディキシー・ハミング・バーズや、ジョーダネアーズなどの男性ゴスペルグループとも共演したり、ツアーを行っている。サーアップが、教会信者や、 ゴスペルコミュニティの怒りを買った背景には、元来ゴスペルは、オルガン演奏のもと歌われるものであり、ギターという楽器が、属性的なものとして適しされていたことなども挙げられる。当時は、ギターの技巧は男性らしさの象徴とされ、女性がギター演奏をすることに眉を潜める人々も少なく、なかった。サーンアップは、 アポロ劇場でのギターバトルを、はじめ様々なステージで、周りの男性ギタリストを圧倒する技巧を見せ、たびたび、男のような演奏と、皮肉交じりに称賛された。1944年に、デッカのハウスミュージシャンでありブギウギのピアニスト、サミー・プライスと録音した、ストレンジ・シングス・ハプニング・エブリデイでは、類を見ない、ギターテクニック、ビットに富んだ歌詞やラップを思わせる歌唱法など、 ロックンロールの原点となるような演奏を披露。このアルバムを最初のロックンロールレコードとする人々もいる。サーップは第二次世界大戦中も演奏を続け、繊維維維のため国外の軍隊に配られた V、ディスクにも彼女の楽曲は収録された。V ディスクに収録されたゴスペルアーティストはたったの2名で、サーップはそのうちの1人であった。1946年、 マフリア・ジャクソンがニューヨークで行ったコンサートでマリー・ナイトの演奏に出会い、ナイトの才能を感じ取ったサープは2週間後には彼女をツアーに誘い出した。サープとナイトは数年にわたってゴスペルツアーを行い、アップ・アバーブ・マイ・ヘッド、ゴスペル・トレインなどのヒット曲も生み出した。サープとナイトの間には恋愛関係があるとのゴシップも流され、サープの自伝となる。 エッセンシャルバイオグラフィーシャウトシスターシャウトの著者であり、歴史家のガイルワールドによると、マリーナイトとの関係は公然の秘密だったとされ、サープ学屋であったことが指摘されている。1949年に入ると彼らの人気は急速に衰え始める。マヘリア・ジャクソンがサープに代わって人気を博すようになり、一方でナイトはポップミュージックでのソロ活動を望むようになった。 この時期、ナイトは火事により子供と母親を失うという悲劇に見舞われている。同年、サーアップはリッチモンドに構えた自邸の一周年を記念して、現在はアルトリア劇場として知られる建物でコンサートを開催。このコンサートでバックボーカルとして採用したのが後にロゼッテズと改名するとワイライトシンガーズである。1951年には2万5000人もの参列者の 元、彼女のマネージャーだったラッセル・モリソンと結婚した。これは、彼女の三度目の結婚となった。結婚式は、ワシントンのグリフィス・スタジアムで行われ、サープーの演奏も披露された。1956年には、ゴスペルグループのハーモナイジング・フォートアルバム、ゴスペル・トレインを作る。1957年には、英国のトロンボーン奏者。 クリス・バーバーと1ヶ月に及ぶイギリスツアーを行った。1964年には、マディ・ウォーターズや、オーティス・スパンダと共に、フォーク・ブルースゴスペル・キャラバンツアーの一環として、ヨーロッパツアーに参加。キャラバンツアーは、ニューポート・ジャズ・フェスティバルの創設者としても知られる、ジョージ・ウェインの講演を受け、プロデューサーのジョー・ボイドによって運営されたツアーで、マンチェスターにある、 ハイエキのプラットフォームで開催されたコンサートでは、雨の中、関連の危険をものともせずエレクトリックギターを取り、カズン・ジョーのピアノ演奏と共に、ステージに上がり、ディドゥント・イット・レインを演奏した。その時の様子は、イギリスのグラナダテレビによって、全国放映され、あのステージを見て、エレクトリックギターを手にした、イギリスの若者は、多いと後に、ボブ・ディランが語っている。 1970年に脳卒中となり演奏の機会は著しく減った。その後、糖尿病との合併症により片足を切断することとなった。1973年10月9日フィラデルフィアにて予定されていたレコーディングの前夜に脳卒中の再発により死亡。フィラデルフィアのノースウッド墓地に埋葬された。サーアップのギター演奏スタイルはメロディを 主に展開するアーバンブルース、民族音楽、スウィングのビートを混ぜ合わせたもので、ロックンロールの先駆けとなった。リトル・リチャードは、彼女のストンプし、シャウトする、コスペルスタイルが、子供の頃のお気に入りだったと話している。1947年のメイコンシティオーディトリアムで、彼女の前座として演奏していたリトル・リチャードの歌を、聴いたサープは、自分のステージに、 リチャードを招き入れ共演している。これはリトルリチャードにとって教会以外で初めての講習の前で演奏する機会となった。終演後サープはリチャーズに出演料を支払い、この経験がリチャーズがプロを志すきっかけになったという。1940年代にエレクトリックギターを使って収録されたザッツオールはチャックベリーや エルビス・プレスリーに影響を与えたとされている。サーアップを敬愛するチャック・ベリーは自分はキャリアを通じてずっと彼女の真似をしていただけと発言したことが伝えられている。エルビス・プレスリーと共演したジョーダネ・アーズのメンバーはエルビスは彼女の大ファンだった。特に類を見ないギターのピッキングに魅了されていたと話している。ジョニー・キャッシュは ロックンロールの殿堂入りをする際に、サープは子供の頃の憧れだったと話している。キャッシュの娘であるロザンヌ・キャッシュはラリー・キングによるインタビューで、シスター・ロゼッタ・サープは父のお気に入りの歌手だったと話している。アレサ・フランクリンやジェリー・リー・ルイス、アイザック・ヘイズは、サープの歌唱法やギター演奏、ステージパフォーマンスから大きな影響を受けたと話している。 ボブ・ディランは自身のラジオ番組でシスター・ロゼッタ・サープは特別だった。歌い、ギターを弾く、伝道師と絶賛し、カントリー歌手のミランダ・ランバートは自身のコンサートのオープニングにサープの代表作となるアップ・アバーブ・マイ・ヘッドの音楽クリップを使っている。イギリスのジャズ、ブルースシンガーのジョージ・メディもサープを高く評価しており、ティナ・ターナーは若い頃に影響を受けた人物として、 マヘリア・ジャクソンと共にサープの名を挙げている。カーペンターズのドラムフィルにもサープの影響が見られ、ロックやブルース、ジャズの世界だけでなく、ミートローフやニール・セダカ、カレン・カーペンターといった様々なジャンルのミュージシャンがサープのリズミカルでエネルギッシュな演奏に,に影響を受けたとしている。2018年には歌手のフランク・ターナーがシスター・ロゼッタと題した楽曲を作曲、演奏し、 サープがいかにロックンロールに貢献したかを伝えている。このシングル版は2019年7月に発売されている。1998年7月にはアメリカの郵便局がサープーの偉業をた,たえて32ンと記念切手を発行。2007年にはブルースの伝道入りを果たす。2008年には 彼女の記念防止のための基金が立ち上げられ、ペンシルバニアでは1月11日はシスター・ロゼッタ・サープの日とされた。墓石は同年の地に建てられ、フィラデルフィア近郊のヨークタウンにあるサープの聖火には、サープの名を記した記念碑が設置されることとなった。シスター・ロゼッタ・サープ、ロックンロールの母を制作。同作は2013年にアメリカの公共放送サービスで、 アメリカンマスターズシリーズの一部として放映された。同作はイギリスとアメリカで繰り返し放映され、2015年のサープ生誕100周年にも放映されている。2015年3月20日にはイギリスのガーディアン氏がリチャード・ウィリアムによるサープ生誕100年の記念記事を掲載。2016年にはサープとマリーナイトの関係をもとにしたミュージカルマリー・とローゼッタが NY のアトランティックシアターカンパニーで上映されている。2017年10月5日、サープは翌年のロックンロールの電動リストにノミネートされ、同年12月にロックンロール黎明期への貢献を称えて電動入りが決まった。リトル・リチャードやチャック・ベリー、またエルビス・プレスリーなどロックンロールを代表する才能に多大な影響を与えてきたにもかかわらず、 ロックンロールの殿堂入りが2017年まで認められなかったことをはじめ、サープの音楽や才能が過小評価されてきた背景には黒人であり女性、そしてクヤであったことが少なからず関係しているとの指摘がある。他、1961年までの演奏を収録したボックスセットがフランスのレーベルフレモオシシャンより発売されている。米国ビルボード。 R&B 部門、ありがとうございます。